こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説おかえりモネの第21週第101話から第105話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。おかえりモネの第101話のあらすじは以下の通りです。第21週胸に秘めた思い。第101話は物語がますます深く人間ドラマを掘り下げ、登場人物たちの心情が鮮やかに書かれたエピソードでした。特に百音の成長と彼女を取り巻く人物たちの葛藤が浮き彫りになり、物語の中で彼女がどれほど重要な存在であるかが際立っています。2019年11月、物語は水産業の交流会を舞台に進展します。道が堂々と研究発表を行う場面が書かれ、その姿に百音は誇りを感じます。道の成功は百音にとって彼女自身が歩んできた道を照らし出す光となり、彼女の成長が一層感じられます。道は今や自分の専門分野で確立した立場を持ち、百音にとっても頼りにされる存在となっています。このシーンでは百音が道の進歩にどれだけ感動しているかが伝わり、その後の物語につながる重要な伏線が敷かれています。しかし道にとっては大きな選択の時が訪れます。大学教授の金子が東京の大学での研究を一緒にしないかと誘い続けているのです。この誘いに道がどう応じるかは彼女の今後の人生を大きく左右することになります。金子の提案に対する道の迷い、そして百音がその決断にどのように関わっていくのかが今後の展開に大きな影響を与えることは間違いありません。道が東京に行くことで百音とどのような距離感が生まれるのか、その展開に期待が高まります。一方、永浦水産をめぐる問題も深刻化してきました。浩二と辰巳が牡蠣棚の復旧に関して話し合う中で、辰巳が名郷ら水産を畳む考えを持っていることが明らかになります。家業を守ることへの葛藤、そして家族への責任をどう果たしていくのかというテーマがここでも深く掘り下げられます。辰巳の心情が複雑であり、家族には決して伝えたくないというその思いが痛々しく伝わり、彼の内面の葛藤が浮き彫りになります。これは彼の家族に対する愛情と責任感の表れであり、今後の物語の大きな鍵となることでしょう。また百音の職場に現れた中学生のあかりも注目のキャラクターです。あかりがラジオブースに興味を示し、百音がその気持ちを理解しブースに招き入れるシーンは百音の優しさと人を引きつける魅力をよく表しています。あかりが百音にどのような影響を与え、彼女が成長していく過程が今後楽しみです。このエピソードは百音が自分の仕事に対する誇りを持ちながらも他者の可能性を引き出す力を持つ人物であることを強調しています。物語は今人物たちの心の葛藤や未来への不安が交錯し、ますます見応えのある展開を迎えています。百音や道、辰巳の選択がどのように未来を切り開いていくのか、そして家族や地域との関係がどのように変わっていくのか、ますます目が離せません。百音が成し遂げるべきことは多く、彼女がどのように困難を乗り越えていくのか、その過程を見守りたいと思います。おかえりモネの第102話のあらすじは以下の通りです。第21週胸に秘めた思い。第102話は登場人物たちの心の葛藤や成長が見事に書かれ、ますます物語に引き込まれます。この回では百音と道の成長が特に強調され、二人の心の内面がより深く掘り下げられています。また新たに登場する中学生のあかりの存在が物語に新しい風を吹き込むとともに、今後の展開を予感させます。まず百音がラジオブースに招き入れた中学生のあかり。あかりは学校に通っていないことを悩んでおり、そのことがどこか百音に伝わるのですが、あかりはその思いを口にしようとしません。彼女の心の中に抱える葛藤が見え隠れし、
その背景には家庭や社会的な事情が絡んでいることが予想されます。百音が明かりに寄り添う姿は彼女の優しさと人々に対する思いやりがしっかりと現れています。このエピソードでは百音がどのように明かりをサポートしていくのか、そして明かりの心がどのように開かれていくのかが鍵となるでしょう。次に百音が提案した坊主 DJ というアイデア、三尾がラジオのパーソナリティを担当することになり、これが地域のコミュニティをつなげるための大きな一歩となります。三尾のキャラクターがラジオのパーソナリティとしてどのように成長していくのか、そして地域の人々とのつながりをどのように築いていくのかが楽しみです。また百音が実現しようとした地域の防災の仕事も進展を見せ、このことが物語にどのように影響を与えていくのかも注目です。一方、未知が抱える悩みも深刻です。亮との関係に悩む未知は彼の気持ちを理解できずにいます。何年経っても亮の気持ちがわからないというその思いに未知の苦しみが感じられます。亮を支えたいと思いながらもその気持ちを聞くことができず、心の中で葛藤しているのです。百音が未知の悩みを聞き、二人の絆が深まる瞬間は視点を変えた人間ドラマとして非常に見応えがあります。この回では百音と未知の成長がテーマとなり、彼女たちの絆が一層強くなる様子が書かれています。百音は他者に対する優しさと共感を持ちながら自らの夢や目標に向かって進んでいく姿が美しく書かれています。一方で未知は自分の感情と向き合いながら少しずつ成長していきます。その過程で二人の関係は深まり、互いに支え合いながら進んでいくことになるのでしょう。また物語の中で地域や人々とのつながりが大きなテーマとなっており、ラジオを通じて三尾がどのように地域との架け橋となっていくのかが非常に楽しみです。百音の努力と成長、そして未知の悩みがどのように解決していくのか、その過程にますます目が離せません。このエピソードは人間ドラマとしての深みとともに、地域との絆や家族の大切さを再確認させてくれる素晴らしい内容となっています。これからの展開がどうなっていくのか、ますます期待が高まります。おかえりモネの第103話のあらすじは以下の通りです。第21週胸に秘めた思い。第103話では登場人物たちの心の葛藤がさらに深まり、物語が一層引き込まれる内容となっています。今回は未知が自分の進路について悩む姿が書かれ、家族や自身の夢との間で揺れる心情が鮮やかに表現されています。また辰巳の決断も物語の中で重要な役割を果たし、家業の将来をめぐる思いが新たな波紋を呼び起こします。最初に未知が抱える深刻な悩みについて触れましょう。亮との関係が思うように進まない中、未知は自分がこれまで何をしてきたのか、今後どうすべきかに迷いを感じているのです。百音はその気持ちを理解し、未知に問いかけます。東京に行って研究を続けたいのではないかという百音の言葉に未知は心を動かされますが、家業の問題が絡むことでさらに複雑な感情が湧き上がります。このシーンでは未知の心情が非常にリアルに書かれており、視点が深く掘り下げられていることが感じられます。一方で辰巳が家業を廃業しようと決意したことが物語に大きな転機をもたらします。壊れた牡蠣棚の修復を諦め、名護ら水産を辞める決断をした辰巳は、自分の未来に対して断固たる意志を見せています。しかし未知と綾子はその決断を受け入れられず、名護ら水産を引き継ぐことを訴えます。特に未知は辰巳の思いを理解しつつも、自分の夢を追いかけるべきか、家業を守るべきかの間で揺れ動きます。辰巳の言葉には深い意味があり、未知の夢と現実の狭間での苦しみがリアルに書かれています。特に辰巳が養殖と研究は違うと語るシーンでは、未知の心情がより一層複雑になり、見る者の心に強く響きます。そして百音が未知に対して感情を爆発させる場面では、二人の絆が深まる瞬間が書かれています。
桃音は未知が自分の進路に迷っていることを理解し、彼女の悩みを受け入れようとします。桃音が未知に寄り添う姿は二人の姉妹の絆をより強く感じさせ、見ている人々に感動を与えます。このシーンでは桃音の思いやりとともに未知の成長が感じられ、今後の彼女の進路選択にどのような影響を与えるのかが気になるところです。物語の中で描かれる家業の問題、家族の絆、そして個人の夢との対立は非常にドラマチックでありながらも現実的なテーマです。未知がどのようにして自分の進路を決め、どのように家族や周囲と向き合っていくのか、その過程に注目が集まります。また辰巳の決断とその後の家業の行方も今後のストーリーの鍵となることでしょう。この第103話では人物たちの心の葛藤が巧妙に書かれており、感情が交錯する中でどのように物語が展開していくのかが非常に楽しみです。おかえりモネの第104話のあらすじは以下の通りです。第21週胸に秘めた思い。第104話は家族の絆と過去の重荷を背負いながら進む桃音たちの心情に焦点を当てた深い回でした。この回では家業である名郷ら水産の存続をめぐる家族の葛藤と綾子の過去の思いが絡み合い、物語はさらに感動的な方向に進みます。桃音と家族が抱える問題、そして新たに登場したあかりの登場がどのようにそれらに影響を与えていくのかが注目されます。まず家業の問題から始まるこのエピソード、永浦水産を存続させるべきかどうかで揺れる家族の姿が書かれています。桃音は悩み続け、その心情を菅波に相談します。菅波の言葉は厳しくも温かく、桃音を励ます力強いものです。こうしたシーンでは桃音の心の成長を感じることができ、彼女がどのように家族と向き合っていくのかが次第に明らかになっていきます。菅波のサポートが桃音にとって大きな支えとなっていることが強調されています。そしてあかりが再登場する場面も重要です。あかりは桃音の母である綾子の教え子であり、彼女との再会を望んでいます。6年ぶりの再会を果たした綾子とあかりはお互いの思い出話に花を咲かせるものの、その裏には綾子が抱える深い心の葛藤が隠れています。綾子は震災の日にクラスの子供たちを守ることに必死になりながらも、家族を心配するあまり子供たちを後回しにしてしまったことを悔いています。この告白は彼女が過去の出来事に深く傷つき、今もその痛みを抱えていることを物語っています。桃音に対して胸の内を明かす綾子の姿は、母としての責任感と同時に自分の心の弱さをさらけ出す瞬間であり、視点としては非常に人間的です。桃音はその言葉にどう向き合うのか、そしてそのことが彼女の成長にどのように影響するのかが今後の物語のキーとなるでしょう。また家業の問題と綾子の過去が交差し、桃音は家族の支えとなり前へ進む力を得るのではないかと期待が膨らみます。家業の存続をかけた決断は桃音にとっても大きな転機となり、どのように家族をまとめ未来に向かって歩んでいくのか目が離せません。時代背景として震災という大きな出来事が物語に影響を与えています。震災後の混乱とそれに続く人々の心の葛藤が登場人物たちの行動や選択に強い影響を与えている点が非常にリアルで、ドラマに深みを与えています。桃音をはじめとする登場人物たちが震災を乗り越え未来に向かってどう進んでいくのかを見守ることがこの物語の大きな魅力となっています。この第104話では家族と過去、未来への希望が交錯する重要な展開が描かれており、次回以降のストーリーに大いに期待が高まります。おかえりモネの第105話のあらすじは以下の通りです。第21週胸に秘めた思い。第105話は家族の秘密と過去の後悔が深く交錯する回でした。
綾子の心の葛藤がついに明かされ、彼女の過去に対する悔いがどのように家族の未来に影響を与えるのかが書かれています。特に東日本大震災という歴史的な出来事が彼女の人生の選択にどれほど深く影響を及ぼしたのかを知ることができ、物語がさらに深みを増しました。綾子が家族に初めて打ち明けた過去の悔い、震災の日教職にあった彼女はクラスの生徒たちから離れ、子供たちを守るために家族のもとへ急いでしまったことを悔いていました。教職に対する責任感から震災後の行動に悔いが残り、その結果教員を辞める決断を下した綾子の気持ちは痛いほど伝わってきます。震災という大きな悲劇が彼女にとってどれほど心の中で重くのしかかっていたかを感じずにはいられません。この告白を受け、辰巳は綾子の思いを汲み、名護浦水産の存続を考え直します。これまで続けてきた牡蠣の養殖を今後も続ける決意を固め、家族の思いを一つにする場面は非常に感動的でした。辰巳が家業を支える決断をしたことで、綾子の気持ちが少しでも楽になったことを感じられます。家族が一丸となって困難に立ち向かう姿勢はこのドラマならではの魅力を放っています。また雅代の七回忌を契機に、綾子が桃根屋道に向かって語った彼女と浩二の出会いのエピソードも心に残ります。綾子が浩二と結婚を決意した瞬間、そしてその後の家族の歩みを振り返ることで、今まで明かされなかった家族の絆がより強く感じられました。一方で明かりの登場が物語を一層引き立てます。綾子が明かりに勉強を教え、彼女の成長を見守る姿は綾子が教育者としての責任感を感じさせると同時に、家庭内での新たなつながりを築いていることを感じさせます。このシーンに続き、浩二が提案した島の子どもたちを集めて自宅で塾を始めるというアイディアには、地域社会への貢献という側面が見え隠れし、物語のテーマに深みを与えています。時代背景として東日本大震災後の厳しい現実を舞台にした本作では、家族や地域の絆が試される場面が多く書かれます。震災の影響を受けた家族の決断や後悔が登場人物たちの未来にどう影響を与えるのか、そしてその影響が次の世代にどのように受け継がれていくのかが今後の見どころとなるでしょう。この第105話では綾子の過去が解き明かされ、家族の絆が一層強くなることが感じられました。震災の影響とその後の選択が家族にどのような変化をもたらしていくのか、次回以降も大いに楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。